どうもこんにちは、ドクターケンです。今日はですね、マグネシウムについてお話をしてみたいと思います。マグネシウムっていうのはあんまり注目のされにくいミネラルなんですけれども、これはまあ非常に重要な役割を担ってるんですね。体の中で言うと、まあ、他のミネラルの、まあ、役立つような作用なんですけども、縁の下の力持ちのようなね、役割をしてくれています。体内の中で言うと骨に多く含まれているんですけれども、他には筋肉とか脳、神経、血液の中に含まれています。で、体内にはですね、300種類を超える酵素がありますけれども、その酵素の手助けしてくれるんですね。で、まあ、そういったことから縁の下の力持ちとか、まあ、影の立役者のような役割をしてくれています。で、最近その体がねだるいっていうような症状だけで来るような方も多いんですけれども、この体のだるさっていうのはですね、あんまし採血とかでも異常が出ないし、まあ、病院行っても、まあ、体ゆっくり休めてくださいとか、まあ、それぐらいしかあんまり言われないことが多いんですね。で、この体がだるいっていうのは、まあ、一つの原因として体内でのエネルギーがうまいこと産生されていないということがあるんですけども、そのエネルギーが産生されていないっていうのは、つまりこう ATP が作られていないっていうことにもなります。 ATP っていうのは体の中のエネルギーの元ですね。そのエネルギーの、その ATP が産生されるときにマグネシウムっていうのは重要な役割をしてきます。ですからマグネシウムが不足すると慢性的な疲労にもつながってくるわけです。科学的にはですね、マグネシウムっていうのは、小学校の時でマグネシウムリボンの実験をしたのを覚えているかなと思うんですけれども、火をつけたりするとね、バーってこう激しい線香を放って燃えたりするのがありましたよね。で、まあ、それがマグネシウム、まあ、時々ねテレビとかでマジシャンが火をこうボッとつけたりすると激しく燃えたりするのがありますけれども、あれはマグネシウムではなくてですね、ニトロセルロースっていう成分の紙が燃えてるんで、あれはマグネシウムじゃないんですね。マグネシウムっていうのは、まあ、実際こう注目されることが少ないで、まあ、それで不足してる人も多いで、我々医者の中にもですね、マグネシウムっていうのはあまり重要ではないっていうふうに考えている方も多くって、あまりその血液検査とかでも調べることもしないし、だからまあ認識が甘いから注目されることが少ないですが、まあ実際は重要な役割を担っているので、皆さんに知っておいていただきたいと思います。不足してる大きな原因にはですね、実際我々食べる食材で野菜とか海藻を食べる機会が少なくなってきてるっていうのもあって、あとマグネシウムはですね、カルシウムに比べると水溶性になりやすいんです。そのため調理過程で失うことが多いとされています。水道水にはですね、次亜塩素酸が入ってるんですけれども、この次亜塩素酸と組み合わせるとですね、塩化マグネシウムとして水に流れていっちゃいます。あと現代社会ではですね、ストレスがかかっている方多いですけれども、このストレスによって尿中にマグネシウムが流れていっちゃうっていうこともあります。では体内でですね、マグネシウムがどんな働きをしているのかっていうのを見ていってみましょう。一つ目はですね、骨を作る役割があります。骨っていうのはカルシウムでできていることが大部分ですけども、骨とか歯にですね、カルシウムが行き渡るように調節してくれています。で、2つ目、これは血圧の調整に関与しています。細胞内のですね、カルシウムとかナトリウムの量を調節して血圧の調整に関与します。カルシウムっていうのは動脈をこう収縮させるように働きますけれども、マグネシウムはですね、これをこう緩めるような役割があります。で、まあ、つまり緩めることで血圧が下がるんですね。で、心血管系にも作用することから、マグネシウムが、心不全と関連があるかどうかっていうのを調べられたような論文もあってですね、これはマグネシウムの欠乏が心不全に関連があるんじゃないかといった報告で。で、3つ目はですね、筋肉の動きに関与します。
これもカルシウムと一緒に働いてですね、筋肉の収縮と弛緩っていうのは緩まるっていうことですけども、それに関与します。医療の現場でよく使うのはですね、産婦人科ですね。産婦人科で早産の時に使います。子宮も、まあ、筋肉でできた塊ですけれども、それがこうギューッとこう縮まって、まあ早く切迫早産になっちゃう、それを、マグネシウムの働きで緩めて早産をさせないようにするわけですね。で、4つ目としては神経伝達を正常に保つ働きがあります。2017年の報告ではですね、マグネシウムは脳の視床下部、下垂体で、こうお腹の中の副腎、まあ、この 3つの臓器を結ぶ経路があるんですけれども、まあ、この活動にマグネシウムが関与していると言われています。この系統はですね、ストレスのコントロールに関わる系統なんですけれども、マグネシウムの濃度が低いとこの系統に異常がきたして、ストレスに弱くなってしまって、うつとかですね、不安障害といったこととも関連があると言われています。5つ目、これはですね、片頭痛と関わりがあります。2017年のシステマティックレビューではですね、マグネシウムが片頭痛と関連があるといった報告があります。で、この論文ではですね、1日に 600mg のクエン酸マグネシウムを摂取することで予防につながるっていうことが言われています。これですね、脳内の神経伝達物質に影響を与えて脳血管の収縮を抑えてくれて、で片頭痛に効果があると言われています。で、6つ目、これはですね、血糖と関連があります。体内のグルコースとインシュリンの代謝にも関与があってですね、で2型糖尿病のリスクを下げると言われています。でこの論文ですね。でインシュリン抵抗性と関与があるんですけれども、これインシュリン抵抗性って何かというとですね、インシュリンというのは血糖を下げるホルモンですけれども、これに抵抗するっていうことで、インシュリン抵抗性というのは血糖を上げる方向に働くわけなんですが、このマグネシウムが不足するとですね、インシュリンの抵抗性が増大して、つまり血糖が上がる傾向があるんですね。つまりその糖尿病との発症に関与すると言われています。マグネシウムはですね、一般的には医療の現場では下剤として使われていることが多いです。で、食品からマグネシウムを摂取する場合にはですね、そういった下痢を起こすようなこととかは全然なくて、これは安全に使えます。ですが、まあ、医薬品でマグネシウムをあんま取ったりすると下痢しちゃうんで、そこは注意しなければいけません。マグネシウムの不足はですね、血液検査で調べるっていうことはちょっと難しいんですね。これはそもそも血中にあるマグネシウムっていうのはですね、体内のもう数パーセントに過ぎなくって、血中のマグネシウムが不足すると骨からマグネシウムが動員されてですね、すぐ補充されちゃうんですね。で、血液でマグネシウム調べても体内のトータルの量を調べれるわけではないので、まあ、体がマグネシウムを不足してるかどうかっていうのはなかなか判断するのは難しいんです。マグネシウムはですね、吸収が悪いミネラルの代表なんですけども、そもそもまあ下剤としてね、マグネシウムを使うのはその吸収が悪いっていうのを逆手にとって使ってるわけですね。で、吸収がいいものってなってくると、一つは液体のタイプのサプリも売られています。で、他にはですね、アミノ酸がくっついたようなマグネシウムがあって、まあ、それは、比較的吸収がいいもので売られています。ドラッグストアとかでね、買うんであれば、アミノ酸がくっついてるようなマグネシウムを選んでください。あと、腸内細菌のですね、善玉菌、悪玉菌ってありますけども、善玉菌を増やしておくことで、マグネシウムの吸収っていうのは高まります。マグネシウムもいくつかあってですね、グリシン酸マグネシウム、クエン酸マグネシウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、リンゴ酸マグネシウム、まあ、いっぱいあるんですね。
で、医療の現場でよく使うのは酸化マグネシウムで下剤として使っています。食品でマグネシウムを取ろうとするとですね、これは何に多いのかっていうと、木綿豆腐とかご飯、ひじき、ナッツ類なんかにたくさん含まれています。で、まあ、豆腐とか納豆なんかはマグネシウムを摂取するのに、優れた食べ物です。で、ここで注意しなければいけない点があってですね、豆腐には木綿豆腐と絹ごし豆腐がありますよね。で、この絹ごし豆腐の方にはですね、最近あんまりにがりを使うことっていうのは少なくなっているようで、このにがりを使うと絹ごしの滑らかさっていうのがあんまり出てこないみたいなんですね。で、そのにがりの代わりに他の凝固剤を使っています。で、このにがりっていうのはですね、マグネシウムを豊富に含んでいるんですけれども、木綿豆腐と絹ごし豆腐を比べると木綿豆腐の方がマグネシウムをたくさん含んでいます。このマグネシウムは他にはですね、皮膚にもいいことが分かっていて、まあ、先日スーパー銭湯行ったりした時、ちょうどマグネシウムの、お風呂をやってたんですけども、これはお風呂にね入れたりするとpHがちょっとこう上がってですね、アルカリになるんですね。普通まあ水っていうのは pH 7で中性なんですけれども、それが上がることでアルカリになります。アルカリのお湯になるとですね、皮膚がこうしっとりすべすべになったりしますけれども、他にマグネシウムの効果で、細胞の代謝が高まってですね、角質がこう新しくなるっていう効果もあって、お肌にもいいとされています。お肌からあんまり吸収されることは少ないんですけども、一応吸収はされるということです。最後にですね、マグネシウム薬の関係で、言うと、マグネシウムを取ってる時っていうのはですね、抗生物質マグネシウムと一緒に取るとですね、抗生物質の濃度が下がっちゃうことがあるので気をつけないといけません。具体的に言うと、テトラサイクリン系の抗生物質、あと乳キノロン系とかマクロライド系の抗生物質がそれに該当します。以上がですね、マグネシウムについてのお話です。ここにチェックの項目がありますけれども、これに該当する方はマグネシウムが不足しているかもしれないので、まあ、日常生活にちょっと注意しなければいけないかなと思います。これ一番目はアルコールをよく飲む。これはですね、マグネシウムっていうのはアルコール分解するときに使われますので、まあ、アルコールよく飲む方は注意しないといけない。で、さっき言った偏頭痛とかでですね、日常的に偏頭痛がある、で、ストレスが多い、疲れやすい、便秘がち、あとインスタント食品をよく食べる、マグネシウム摂取する機会というのが少なくなりますので、こういった方も注意しないといけません。まあ、以上が、マグネシウムのお話になります。チャンネル登録、高評価の方、またよろしくお願いいたします。それではさよなら。